死ぬまで不器用みたいなうん。死ぬまで不器用なのはむしろポール・セザンヌさんだけどなアンディ・ルーソーさんは死ぬまで天然だよ私の実家の近くにカナ町という場所がありまして,してる、ね、そこに熊谷森和美術があるはいはい、はい、ありますねそう私が生まれた時にはもう他界されていて77年以降の生まれだったのか一応あ、そう80年代です ショックえ、ショップで。はい。じゃ、続きましても、折谷さんにもう一問。はり折谷さんのお好みを知りたいと。あ、これまでの動画で好きなもの、それ以外でも、好きな絵画やアーティストなどありますか。画家、画家さん。好きな絵画やアーティスト。これまでの動画は。えっと、あれ。ルソーさん。アンディルソーさんですか。アンディルソーさんの、なんか死ぬまで不器用みたいな。うん。 あの、絵がとても好きでした。死ぬまで不器用なのは、むしろポールセザンヌさんだけどな。アンディルソウさんは死ぬまで天然だよ。そう、なんか。うん、あの、うまくならないっていう。そう。これだけ有名な画家で天。天然の、天然の、ポイントだよね。そうなんですね。うん、なんか。天然と天然じゃない人の違いって、そこだよね。<laughs> 普通、長くやってると、うまくなっちゃうんだよね。<laughs> うん。うまくならないんだよ。そこがすごいんだよ。 なんか貫いてるのか結果そうなってるのかとっても面白いなと思いましたね。えっと好きな画家あのやっぱりねずっとゴヤが好きだったんですよ昔自分のスペインの画家っていうのもありますしゴヤの版画とか結構好きで版画集とか見るの結構好きだったんですけどなので一人はゴヤですね。 であとは何気に好きなのがあの私の実家の近くに要町という場所がありまして,て、はあ、そこに熊谷森和,、はいね、和さんという作家さんの美術館があって晩年にお住まいだったお家がその美術館になってるんですけど、はいうん、あの方の方絵が結構好きです、うん、あそこいい美術館だよな。 まあ自宅だからねなんか外壁にアリが張ってる絵が描いてあったりとか、うんうん、あそうなんだっけ,けっ100近くまで生きてんだよな、えー、多分と思います <laughs> でも結構100年ぐらい前の多分方、うん、いやわ、うん、なんか,割かし私が生まれた時にはもうなくなってた気がするんですよね、うん、なくななってた違うかな、うん あの辺、あの近所の人たちさ、あの熊谷盛一の話、みんなするだろうはい、しますかうん、あのなんかさ、アトリエが見えの覗くとさ、なんかモデルさんがいてさ、みんなで覗いたみ的なあ、外から描いてるところが見のそうそうそう、う的な話聞いたことないないですけど、わかる気あの辺の人にそんな話聞いたことがあったような気がするなんか、覗けるような感じはわかる気がします ちょっっとお庭があってでわ悪ガキどもが <laughs> なんかそれを覗きに行ったみたいなうんうん、うん、そういい感じのお家なんですよね、うん、カフェもあってだからあの辺からさ、はい、こう目白にかけてがさ、うん、俗に言う池袋モンパンナスだよな昔のあそうですね、うん、と,と言っても誰がいるかよく知らないんですけどあれあの松本俊介え松本俊介っうったかな とかそのその辺じゃないちょっとマニアックなイメージが、うん、安西はじめさんのお父さんもいたのは知ってるよあそうなんですか、うん、去年亡くなっちゃったけどえ画家さんだったんですか画家さんだった<ー>うん不問屋森光次さん1977年に亡くなられているあありがとうございます、うん、そうですねあのそう私が生まれた時にはもう高いされていてそうなのかうん。 ウィザに七十七年以降の生まれだったのか。一応。あ、そう。八十年代ですシ。ショック。え、ショックです。もう七十七年だから、俺。もうピカソとかと同じでピカソとかもそうなんだけどさ、最近まで生きてたっていう印象なんだよね。<laughs> 俺の中だと、七十七年まで生きてると。<laughs> あ、ピカソがそのぐらいですか。ピカソも七十年代か、八十年代か、と、とにかく、もう俺が。おと、大人に。 いい年になってからは亡くなってるからうん、うん、ダリもそうだよね最近まで生きてた画家の部類なんだようん、うん、でもダリとかはうちの母がよくテレビでまだご健在で出てて、うん、なんか気候をこう変な動きをいやそうだけお母さんの頃はまだバリバリ元気だろガラも元気だろうまだ結構晩年までテレビでよく出てたって言ってましたね。うん、あれよく出てたんだろう よく出てなんかテレビでカタツムリみたいに貼ったりとか,なんかとにかく不思議な動きをテレビで中継でしてたって言ってましたね。<laughs> <laughs> と思うよえというわけで「山田五郎大人の教養講座」お送りしてまいりましたがいかがでしたでしょうか皆様の暮らしに潤いをというようなことで始められた番組っていうか YouTube らしいんでですね 皆さんの暮らしがちょっとでもうるおったなぁとちょいいですよ湿度にして1%ぐらいで,でも潤ったなぁと思われた方はです、ね、ぜひチャンネル登録をしていただけると我々の暮らしもちょっと潤う,うという <laughs> ことなんでよろしくお願いいたします。<laughs>